ちのさ、壁紙はさ、何よ、何だと思うの。当ててよ。炭酸割りでしょ、ジェームスは。はい。はい、涼しげカクテルお待たせ、ジェームス。気づいてよ。ちょっとお手入れしたのよ。何？いいでしょこれ。あのハイドロフェイシャルって知ってる？なんかお客さんに勧められて、お肌の間の汚れをすっごい取るんだって。そう、ハイドロフェイシャル。ハイドロ、いやいや別に灰や泥が溜まってるわけじゃないわよ。そういうなんか横文字よ。ハイドロフェイシャルっていうのよ。そう、これをさ、吸引すんのよ。いわゆるそういう工事みたいなもんよ、工事。そう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 、でシポシポシポってやったらさ、もうさ、やっぱもうさ、42年間の汚れがもう溜まって溜まって、もうヘドロみたいのが上つってもう困っちゃうわよ。そうしたらでも全然違うの、なんかさ、透明感、お肌の透明感っていうの全然違くて、あらまちょっと若返ったんじゃない？1歳ぐらいっつってそんだけ？ 1 歳そんだけってなる、そんだけってなるんだけどさ、やっぱりさ嬉しいのよ。女はいつまでたっても女よ。そうよジェームス、ちゃんと女扱いしなさいよあんた。お母さんだって、近所のおばさんだって、お姉さんだって、幼稚園生だって、もう年齢なんて関係ないのよ。もう女はいつまでたってもう女、恥ずかしいもん恥ずかしい、綺麗でいたいもんは綺麗でいたい、そういうもんよ、そういうもんよ。だってそういう風にできてんだもん、しょうがないじゃない。あだこだあだこだ言うけど、やっぱりさ、レディーバーストみたいのされたら嬉しいのよ。なんか最近は割り勘が流行ってんでしょ。若い子はもう割り勘でいい、男が怒るだけなんて時代じゃないなんつってさ。でもそういうのってさ、まあ別にいいのよ。もちろん女が怒ったっていい、男が怒ったっていい、男とか女とか関係ない、お金持ってる方が怒ればいい、うん、そう思うよ。思うけどさ、やっぱりさ、やっぱ気持ちをね、心意気をね、どっちがどっちだっていうわけじゃないのよ、うん、やっぱ気持ちを表してくれたらやっぱり嬉しいわよ、うん、表してほしいわよ。頼りがいあるななんて思われたくない、思われたくない。ジェームスいいの？別に頼りがいがあるとかないとか思われなくてもいいの？あら、そうなんじゃ、まあ、そういうこと言うんだったらいいかもしんないけどさ、うん、まあ、え、どうなのかな、ハイドロフェイシャル、うん、いやジェームスもできると思うわよ。だってそれこそそんなのにさ関係ないわよ、男とか女とか肌があればみんなできるわよ、ハイドロフェイシャルは、うん、紹介する、うん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 、分かった、言っとく、うん、じゃあ今度ちょっと LINE を、 LINE にしとくわよ。あれジェームス LINE してたっけ、してない、やったんだ、 LINE ぐらい始めなさいよ、困るじゃないのよねえ。すぐみんな LINE でしょ。ショートメールなんてさ、ちょっとまだろっこしいじゃない。私もショートメールやってんのさ、親だ、親となんかさ、携帯電話とさ、あと、うんと税理士さんとか、そんなもんよ、ショートメールでやり取りしてんの、そんなもんよ。あとそういう、だからジェームスあんたよ、うん、まあいいけどね、別に令和4年だからってさ、みんなやってるからやんなきゃいけないとかさ、僕は手紙で行きます、手書きが好きですとか言って、うん、手書き推しでもいいわよ、うん、えみこママはそういうの、あのやっぱポリピシーとかさ、
なんかみんながやるからやるとかさ、そういうのに流されないジェームスのことがすごく好き。うん、いいと思う、うん、いいと思う、うんうんうん。ちょっとせんべい食べていい？せんべい、せんべい食べる？美味しいのいただいたのよ。これさ、白エビ気候ね。美味しいのいただいたのよ。ひーちゃんっていうさ、近所の小学生にもらったのよ。嬉しいよね。いただきます。いいわ。美味しい。本当美味しい。アイドルフェイシャルの予約取れたの？え？今から？あんたは今行ったばっ、今来たばっかじゃないのよ。え？もう帰るの？ちょっともうちょっと話したかったけど。え？アイドルフェイシャルしたいの？あんたそんな行動派だったっけ？え、じゃあまたすぐ来なさいよ。じゃあアイドルフェイシャルしたらまたうち戻ってらっしゃいよ。うん、いいいいいいわよ。何時だってやってるわよ。ジェームスが来るまでお店開けとく。うん、そうよそうよそうよ、いいわよいいわよ。私が寝てたとしても鍵開けとくから。うんうん、あ、じゃあその時お支払いでいいわよ。うん、じゃあほら早くアイドルフェイシャル行ってらっしゃい。うん、はいはいはい、行ってらっしゃい、はいはい、ありがとね、待ってるわよジェームス、これはいただいちゃうわ、 Thank you。 一口も飲まないんだからジェームス。あ、美味しいじゃない、なかなかやるわね。カランコロンカランコロンカラン、わあいらっしゃい、スネちゃん、あんたまたどうしたの、すごい、それ何、今令和の時代にソバージュ、あ、スパイラルパーマっていうの、へえ、すっごいクリンクリンじゃない。え、どうしちゃったの、ソバージュじゃないの、ソバージュって言わないの、それ昭和、あらごめんね、やだ、昭和もいい時代だったのよ。ソバージュかけてる子がみんなスナックやってさ、楽しかったわよ、強めに当ててさ。あれ楽なのよ、ソバージュ一回かかってると、あの髪の毛のお手入れとかそんなしなくていいから、こう乾かしてシュッシュックシュックシュッくらいでいいのよ、楽なのよソバージュ。うん、分かったわよ、スパイラルパーマね。うん、分かった、覚えとくわよ、スパイラルね。何、何があったの、そんで何、あんたはそうなの、ダンサー、ダンスやるの、すごいじゃないのよ。え、それでスパイラルパーマ、ちょっとエミコママ、ダンスとスパイラルパーマがちょっと全然こうこうピッてつながってこないんだけど、ダンスの人はみんなスパイラルパーマってわけじゃないわよね。うんうんうん、え、すごいじゃない、え、バックダンサーで踊るの、え、世界の終わりさんのバックダンサー、すごい、ママも知ってるわよ、みんな踊ってるやつでしょ、あの大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃいちゃいけどみたいなね、ね、あの大人の俺が言っちゃい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 ちゃしちゃいけないけどみたいなやつでしょ、わかるわよ。スネちゃんほど詳しくはないけど、なんとなくは耳に小耳に挟んでる、ああいうこと、ああいうこと、ああいうバックダンサー、なるほどね、うんうんうん、確かにスパイラルパーマだったら目立つわ、目立つと思う、ママもそう思う、うん、そう思うわ、やっぱり普通の髪でいるよりもくるくるくるってなってた方がやっぱり目につくもんね。うん、でもいいの、バックダンサーなのに目立とうとしちゃって大丈夫、いいの、ちゃんと許可得た、うん、怒られたら宿毛曲線、やだ、髪に、髪に良くないじゃないのよ、痛むじゃないのよ。でもすっごく似合ってやろ、スネちゃん、スネちゃんすっごい似合ってやろ、最高、かっこいい、うん、いいと思うわよ、うん、
あ、なんか飲む？ごめんごめん、ついついさ、喋っちゃうからさ。いやでも嬉しいわ、すねちゃんのその何？ペイブイ？ペイブイ？ペイブイっていうの？ペイブイ？うん、すごい、ペイブイがさ出るようになったらさ、ママに教えてよ、すごい再生回数回しちゃうよ、再生回数ママ回しちゃうよ。じゃーん、今日は桃のお酒用意しちゃいました、ピンクピンク。そうよ、桃のお酒よ、いいでしょ。はい、ここらでいい、うん、はい、どうぞ、乾杯。うん、いいのよ、ドンペリのピンクだと思って飲んで、ドンピンだと思って飲んで。もうスネちゃんがさ、だってバックダンサー出るなんてママすっごい嬉しいもん。うんうん、そんなことより、うん、恋がうまくいかない、やだもうそんなの、恵美子ママに聞いたってうまくいくかなんて言ったらもう分かんないのよ。ママでも聞くわよ、聞くのはできるから、ママも、うんうん、どうしたの、うんうん、なるほどね、ダンスのいつも一緒に踊ってる先生、うん、あ、でも年齢は年下なんだ、その子好きになっちゃったの、ピーちゃん、やだー、ピーちゃんかわいい名前じゃない、うんうん、どんなとこが好きなの、あら、誰に対しても態度が変わらない、あ、わかる、いいわよね、ママも好き、会ったことないけどママもピーちゃんのこと好きよ、うん、そういう子がいいわよ、うん、いいわよね、こびない、こびないって素敵、ママなんてすぐこびちゃうんだもん、へいこらへいこら、へいこらへいこら、またうち来てください、へいこらへいこらってしちゃうからさ、うん、ピーちゃん見習いたいわ、え、うまくいかないの、いやそんなさ、いやあんたスネちゃんさ、ビシッと言ってやんなさいよ、俺はお前が好きだって、うん、それだけでいいのよ、好きだーっつって叫んじゃってごらんなさいよ、え、告白できないの、うん、でもさ、どっちかが告白しなきゃ始まんないわよ、ピーちゃんから言ってくれればいいけど、なかなかうまくいかないんじゃないの、うん、うん、どっかの誰かが言ってたけどさ、こう誰かをこう好きになるでしょ、うん、でも誰かを好きになる、その好きになるきっかけっていうのは、その相手にもちょっと原因があるっていうのよ、ちょっと好きになってほしいみたいなことをしてるからこっちも好きになるって聞いたことあるのよ、恵美子ママは、うん、だからスネちゃんだけがなんかどうああだこうだってわけじゃないから、うん、気にしなくていいのよ、ピーちゃんも誰かに好かれたい、スネちゃんに好かれたいみたいな気持ちで何かやってるのよ、うん、スキンシップだったりとか、うん、ちょっと LINE のスタンプ多めだったりとか、うんうん、あ、そうでしょ、クッキー焼いてくれたでしょ、そうよ、そういうことよ、ピーちゃんは好かれたいと思ってクッキーを焼いている、だからスネちゃんはピーちゃんを好きになった、うん、そういうこと、え、どういうことって、いやだからそういうことよ、好かれたいと思ってピーちゃんも何かやってる、だからスネちゃんもピーちゃんが好きになっちゃった、うん、だからスネちゃんだけのせいじゃない、好きになってほしいと思ったピーちゃんがいたでしょ、そう思ったらちょっと告白しやすくなると思わない、うん、あとさ、まあよく言うけどさ、別にさ、その人にさ、うまくいかなかったからってさ、別になんぼのもんじゃよ、まあもちろん、うん、そりゃそうよ、うん、ごめんごめんごめん、うまくいったらそりゃバンバンバンザーよ、バンバンバンザーだけどさ、なかなかうまくいくとかいかないとかいろいろあるじゃないのよ、でもさ、言っても人なんていっぱいあるし、いるしさ、タイミングだからさ、うん、そういうちょっとしたきっかけよ、そんなもんさ、ホックの掛け違いみたいなことで恋愛なんて生まれるのよ、綺麗にいつも収まってたらうまくいくもんもいかないの、綺麗に収まって何事もなく終わるの、それがいいってわけじゃないのよ、たまにはボタンずらしてこう、
スネちゃんの力でボタンずらしてこう、ずらしてこう、いいことあるぞ。うん、そうよ、あんたすぐ告白しなさいよ。まずちょっと呼び出しなさい、ピーちゃんのこと。うん、いいよ、全然いいわよ、LINE で。なんかさ、うんうん、あ、ダメダメダメ、明日空いてるなんてさ、何の予定かなっつって怖いじゃん。びっくりしちゃうから、ちゃんと理由を言って、LINE をするときは。うん、会いたいなのか、会いたいのか、どこどこの美味しい何かがあったから食べたいなのか、何々の映画が見たいのか、ただ会って話したいなのか、いいのよ。具体的に LINE ちょうだい。何日空いてるとか言われてもこっち困っちゃうから。いや、予定によっては空いてるわよって話よ。うんうんうん、そうよ。川にアメンボ見に行こうっつってさ、ついていかないでしょ。それだったら行かないわよ。空いてても優先することがあるのよ。うん、優先順位ってものがあるの。世の中比べちゃダメだ、人と比べないダメよ、ああだこうだ、みんな違う、みんな違うってことを言わないんだ、どうだっつってもね、やっぱり個はあるのよ、個々あるのよ。優先順位あるでしょ、好きな人は別でしょ、ね、あるのよ。優劣が、あんだこうだあんだこうだ言ったって優劣があるのよ。そこを分かった上で楽しく過ごせたらいいねって話だから。うん、全部なしならなし、ありならありなんて言わない方がいいのよ。そうよ、時と場合、けせらせら、けせらせらよ。うん、だってそんなこと言ったら誰と付き合っても誰と結婚してもいいってことになっちゃうでしょ。みんな素敵なんてそんなの嘘っぱち。素敵の中に違いがあるの。うん、そこに好みがあるの。それが人なの。それでいいの。うん、ここを尊重してったらそれがまたいいものにある。そうやって高め合っていく、それがいいってことよ。その高次元なことをみんな言ってるのよ。そうなのよ、そうよ。だからいいのよ、区別。そうそうそう、差別じゃない、区別。上下じゃない、左右なの。 OK? OK? スネちゃん Are you ready? Go! OK! ピーちゃんに LINE しなさい。うん、してよしてよ。時は過ぎてくわよ、怖いぐらいに。恵美子ママなんてもうね、あっという間、電光石火よ。一瞬パッパッパッ、もうパッってぐらいよ。もうすぐなんだから、時間なんてさ。まあ時にさ、今42でしょ。あとまたこれから同じぐらいあるのかな、ないのかな、わかんないけど怖いなって思うことあるわよ。ちゃんと生きていけるかな、人様に迷惑かけず生きていけるかな、どうかなっていうね、怖さはある。それはあるわよ。ただただ今年も半年丈夫に元気に過ごせたでしょ。それだけで万々歳よ。偉いわよ、スネちゃん最高よ。みんなも最高。うん、健康で半年過ごせた、何事もなく過ごせた、特に人に迷惑もかけずに過ごせた。迷惑かけたとしてもそれはお互い様様様だから、それはそれで OK。 なんとか生きてこれた、それでいいのよ。そうよ、あんたが思い悩んでたって明日は来るのよ。どうせだったら笑顔で迎えましょうよ、ね。嫌なこと気になることは一個ずつ処理していっちゃいましょうよ。うちに来て飲んで救われるんだったらそれでいいのよ、ね。ジェームス、あ、ジェームスじゃない、ごめん、ママ酔っちゃった。スネちゃん、ね、ほらほら、ピンドン飲んで、ピンドン飲んで、ピンドン、うん、桃でしょって。うん、そうそう、桃よ、可愛いでしょ。もう桃好きなんだから、もっと飲みなさい。いい音、氷入れる？うん。はーい、スネちゃん、スペシャルピンクピンドンドン。なんでよ、もう。LINE したの？した？うん、いいわよ、スネちゃん。最高よ。よっ、スネヒコ、頑張れスネヒコ、フレーフレースネヒコ、拗ねてる場合じゃないぞ、拗ねてる場合じゃないぞ、わー、うーん、うざいに
いやだそんなこと言わないでよ、全力で応援してんだから。恵美子ママはいつでもスネちゃんのことを応援してます、うん、これは後でスタッフの皆さんでいただきますちょっともう一気に飲んじゃってスネちゃん早いじゃないのよ。美味しい？美味しいの？嬉しいわママ、ママ嬉しいわ、スネちゃんのためのピンクのやつ嬉しいわ。嬉しいわ。もう一杯いっちゃう？いいわ。桃のいい香り、桃のいい香りがするわ。桃いいです。あたしな桃いいな、桃が好きなの、桃から生まれた桃いいなの、うん、そういうこと。スネちゃんさ、飲んで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 飲まれて飲んで、コールがゆっくりすぎる。いやだってさ、若い子みたいにさ飲んで飲んで飲んでみたいなとか、あとオレンジレンジさんのなんかあるじゃない、わっしょいみたいな、なんかあんな早いテンポで飲めないでしょねえ。何ちゃん飲んで飲んで飲んでね、ダメよ。いいのよ、スナック恵美子ではゆっくりのコールでいいの。飲んで飲んで飲まれて飲んで、ほいほいほい、飲んで飲まれてほいほいさ、ピンドン開けてよスネちゃん、ピンドン開けてよスネちゃん、よいしょ。ピーちゃんから連絡来たんだったら行ってらっしゃいよ。もうほら行きな行きな、いいよ、ピンドン開けたからってつけにしとくよ、つけでいいよ。恵美子ママはスネちゃんの恋愛を 100% で応援します。行ってこい行ってこい、ファイトファイト、行ってこい行ってこい、うん、行ってらっしゃいよ。いいよいいよいいよ、気をつけていくんだよ、うんうん、応援してるからね、うん、報告、うん、できたらそうね、ピーちゃんと一緒にあんた来なさい、うんうん、あーいいわよいいわよ、はい応援してます、はいファイトファイト頑張れよ、はい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 、オッケー、ありがとね。カランコロンカランコロンカランコロン、いらっしゃい。あら、タイラちゃん来てくれたの、ありがとう。え、今日はどこの帰り？うんうんうん、宮古島。いいとこじゃないのよ、ママ行ったことない。ママね、沖縄はね、一瞬2時間滞在ぐらいで1回沖縄行ったのと、あとはあとあれよ、西表島、そう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 、西表山で、山猫、山猫ね、猫ね、西表山猫がいる、ギャーオっつってニャーオギャーオっていう、あそこしかないのよ。うん、ちょっと偏り気味、偏り気味。そうよ、平ちゃんいいじゃない、都なんて有名じゃない、みんな好きなとこでしょ。すぐみんな都行く、都行くって言ってね、都行くのよっつって、どこのことかなって私思ってたら、沖縄の島なのね、宮古島ってね。うんうん、ありがとう。あ、チンスコ、あ、いいよ、あけみちゃんありがとう、チンスコ食べちゃって、うん、そういう平さんから、うん、ありがとう、ほんとありがとうね、平ちゃんいつもお土産ね、ほんと四方四方八方行ってんじゃない、そうそう、つつうらうら、つつうらうらの平ちゃんだからさ、うらやましいわよ。もうジャポンは全部行き尽くしたんじゃないの？うんうんうん。え、実は浦和？あ、浦和行ったことないの？やだね。でもいいんじゃない？別に浦和は近いし、すぐ行けんじゃない？行ってみたい？うん。え、じゃあ今度。え？
何何何、え、一緒行く、浦和行く、浦和で何すんの、わわ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 しちゃうの、うん、わわわわするの、何わわわわって、平ちゃん、うんうんうん、内緒、やだもう、じゃあ行きましょうよ。なんかでも浦和に行ったことないなんてね、珍しいわね。ちょっとごめん、なんか飲む、とりあえずいいの、麦のソーダ割りでいいの、オッケーオッケーオッケー、麦好きね、タイルちゃんすぐ麦行くじゃない。はいはい、はい、ちょっと濃いめです、タイラちゃんの濃いめ麦です。うん、飲んじゃって、おめでとう、無事帰ってきておめでとう、帰るまでが遠足です。うん、そうよ、直で来てくれたんでしょ、いつもありがとう、ちゃんと帰るまでが遠足って言われたでしょ、ちゃんとさ帰りなさいよ。うん、そうよ、一回荷物置いてから来てもいいのよ。うん、お店は逃げやしないのよ。そうよ、マラソンのゴールと一緒、ゴールは逃げやしない。うん、嬉しいわよ、ここゴールにしてくれるなんて、お家って思ってくれてんでしょ、平ちゃんね、平ちゃんね、え、ちょっと歌、いいわよ、どんどん歌いなさいよ、いいわよ、あけみちゃん、ちょっとカラオケ入ります、よろしくお願いします。え、なに、え、まさかの今井美樹さん歌うの、あら、うん、たららららららら、みなみな、るるるる、らら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 、らららららら、らら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 、らららら、みた、私は今南の一つ星に願って泣いてる、ん、最高、タイルちゃん最高、あんた男のくせにすっごい高い声出るのね、声変わりしてないの、うんうん、恥ずかしいの、あ、でもいいじゃないのよ、そういう人もいるわよ、何万人か一人、だってそれが平ちゃんのさ個性になるじゃない、うん、そうよ、いいのよ、いいのよ、ハッピーボーイス、そうよ、しかもさ平ちゃん営業でしょ、覚えてもらえるじゃない、声高の平って、平てっぺーですって、いいじゃない、最高よ、うんうん、すごくいいと思う、うん、次キョンキョン歌ってよ、うん、切ない片思い、あなたは気づかない、ピー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 、うん、私ここ好きなのよ、この何これ、パイプオルガン、何これ、何なのこれ、ピー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 、ここ好きよ、すごく好きよ、平ちゃん最高よ、うん、え、また明後日から出かけるの、大変ね、平ちゃん、ほんとつつうらうらじゃん、つつうらうら平じゃん、大変ね、次どこ行くの、富山、富山行くの、うらやましい、うわー、私もついてっちゃおうかな、富山の薬売りつってね、お薬も有名でしょ、いいわ、いい薬買ってきてよ、うんうん、カニね、高橋ガニね、うん、まあカニもいいけどさ、それ言うのはだって現地でさ、生でさ、美味しい新鮮なのが一番、いっちゃんいっちゃん美味しいわけでしょ、うん、違うのよ、だって薬だったら時間が経ってもさ安心じゃないね、安心なのがいいから、うんうん、なんかさ乳酸菌がいっぱい入っているお腹が、お腹にいいやつさ、うん、ある、
ほら病院でさ、ママもらったのミアビーとかいうやつね、あれ乳酸菌入って成長剤でしょ、ああいうののなんか富山バージョンみたいなのあったらお願いしたい。ないの富山バージョンの。だって薬売り有名でしょ、うん、お願いよ、うん、いいじゃない、うん、頼むよ、うん、ありがとう平ちゃん、うん、え新幹線に何忘れたの、何やってんのよ帽子、もう諦めなさいよ今気づいたってさ、もう健康な丈夫でこんなお家の近くまで帰ってこれただけでも万々歳でしょ、うん、さよならする運命だったのよ、さよならディスティニーよ、さよならディスティニーだから諦めて帽子、うん、諦められない、うん、まあさだったらしょうがないけどさ、じゃあちょっと駅のとこ電話するかなんか言ってきたな、うん、いいわよ、せっかく盛り上がってきたとこなのに。じゃあもういいのねこの麦焼酎。じゃあね、ありがとね、いいわよ2杯ぐらい、うんうんうん、ただでいいわよ、はい、ありがとう、いらないです、お代は、うん、あきみちゃん通してあげて、たいらちゃん、うん、帽子取り行くって、うん、忘れたんだって、おっちょこちょいなさんよね、ね、そうね、うん、カランコロンカランコロンカランコロンカラン、わー元気だったトッピーじゃん、トッピーヤッピーゲンピーズやってんのあんたね、やった久しぶり、ちょっと嬉しいわ、飲むでしょ、もうやった、え、ちょっと酔っただけ、バカ言ってんじゃないよトッピー、ちょっと酔っただけなんてエミコママは許さないぞ、象印、象印がお気に入り、うん、そうよ、何、え、何よそんな寄ってくだけなんてないよ、座って座って、そう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 、座って、もう今日はトッピーが好きなブルーレモン入れてます、ブルーレ、よかったわ、どこ行ってトッピー、はいはいはい、トッピー、はい、トッピー最高、行っちゃって、飲んじゃって、トッピッピー、行っちゃって、飲んじゃって、行っちゃって、トッピッピー、のっぴっぴー、のんぴっぴー、最高、もう嬉しい、私トッピーに会えるともうパコーンって元気になれちゃうから、うん、うん、え、実は、うん、元気がない、うん、どうしたのよ、トッピー、聞くわよ、うん、私でよかったら聞くけど、うん、うん、え？え？奥さんが帰ってこないの？え？ちょっと家出てっちゃったの？どういうことよ、なんか予兆とかなかったの？え？ LINE した？ LINE してないの？なんで？勇気がない？何よあんた、結婚してさ体も交わってるんでしょ、 LINE する勇気がないってどういうことよ、恵美子ママのが辛いわよ、相手もいないんだから、うん、LINE ぐらいしなさいよあんた、どこいるのでいいじゃん、なんか悪いことしちゃいましたかって聞けばいいじゃない、そうよ、何言ってんのよ、トッピーやっぴーゲンピッピーでしょ、いつもの通りどうしたのよ、うんうん、奥さんに頭上がらない、あら、わかるけどよ、まあ、それで夫婦円満だったらね、夫婦の形なんていうのは決まりがありません、いろんな形があるんです、どういう関係なのか、どういうことはこういうことで、ああいうことでこうなんですっていうね、家族によって形が違う、夫婦によって形が違う、役割分担がある、お互いがお互い健やかに楽しく過ごせればそれでいい、わかりますとも、うん、だからは恵美子ママもトッピーの家庭の事情には深くは入りません、うん、入りませんけど、どうしたの教えて、うんうんうん、そう、え、ゴミ出しの順番、そんなことで、そんなことで奥さん出てっちゃう、まあそんなことつってもそうよね、人にとっては重荷になることがあるもんね、こっちはゴミ出しのことでって思うかもしれないけど、
ちりつも、どっぴちりつもってあるからね。え、ちりつもわかんないの？ちりも積もれば山となるでしょ。そうよ、ちっちゃいちっちゃいちりみたいなことかもしれないけど、お山になるの。いつの間にか日本一の富士山になるの。そうよ、もういつ爆発するかわかんないのよ。富士山だってそういうことよ。奥さんだってすぐ爆発しちゃうかもしれない。ドカンポーンドカンポーンよ。でしょ、そういうことよ。フォローが足りなかったのかもしれないわね、巫女ママ的にの解決法は。だからいつもやってもらってごめんねなのか、いつもありがとうって言ってた、ありがとうってね。ちょっと携帯であって入れてみなさいよ。あって入れてありがとうって一番に出てくらい出てくるぐらいでじゃないとダメよ。そうよ、ほらすぐ使うやつ出てくんじゃない、携帯って。あで何が出てくんのよ、アメンボは。アメンボってどこで使うのよ。え、どういう感じか知りたくて、はあ、アメンボなんて売って送ってる場合じゃないのよ。ありがとうって奥さんに送んなきゃ。そうよ、ダメよそんなんじゃ本当に。じゃあ今送って、いつもありがとうって。そうよ、思い立ったら吉日つっていつも言ってんでしょ、恵美子ママが。そうよ、頑張れトッピー。トッピーや、トッピーそうよ、元気ピッピーでしょ、なんだっけ、トッピー元気ピッピーでしょ。そうよ、ハッピー元気ピッピーよ。ありがとうって、いつも感謝してるよ。感謝の気持ちが足りなくてごめんね、いつもありがとうよ。そうよ、ありがとうサンドよ。あり、いつもありがとう、感謝の気持ちが足りなかったね、ごめんね、ありがとうよ。ありがとうサンドして、うん、それでああ入れたらアメンボ出てくるよ。じゃダメよあんた、トッピーなんなのよ。うん、ありがとうにしなさい。うん、いいから早く、いつもありがとうって家で待ってるよと。今度旅行でもどうですか。そうよ、旅行行きなさいよあんた。ちょっと旅行行ったら嬉しいんだから、現実ちょっと離れてさ、違うところの空気吸ってさ、その土地の美味しいものをいただいてさ、温泉でのんびりしたらさ、癒されるじゃない。うん、そうよ、せっかく文化が発達してさ、車だの飛行機だの新幹線なの、なんかあと10年20年したらリニアモーターカーなんて走っちゃうんでしょ。せっかく人の足じゃ行けない遠いとこ行けるんだからさ、行っときなさいよ。地球は大きいぞ。うん、そうよ、いいよ、行っとけ行っとけ、アフリカ行っとけ行っとけ。奥さんアフリカ行きたいの、ジャングルの。いいじゃない、連れてってやんなさいよ、安全なツアーあるわよ。そうよ、安全日本。そうよ、探しなさいよそんなの。本当にもう旅行行ってないの、どんくらい行ってないの、4年5年。バカね、オリンピック以上開けたらダメ、オリンピック以上来たらダメよ旅行は。あんたそうよ、2年に1回はやんなさい、行きなさい。そうよ、そうそうそう、大腸の検査と一緒。うん、2年に1回って言われてんでしょ。大腸の検査のタイミングで大腸綺麗だったな、はいじゃあ旅行に行こうっていう、もうそういうなんかシステムにしときなさいよあんた。そうよ、行かなきゃダメよあんた。ほら早くブルーレモン飲んで爽やかになって。うん、LINE したの奥さんに。うん、スタンプなんか使うんじゃないよ、こんな気持ちが伝わんないんでしょ。ペッペッペッつって送れんだから、ピッポッペッポッパーつってトントンツンって。スタンプなんて飛んでるからね。うん、ありがとうって打たなきゃ、打つ手間ぐらい何よ。本当は手書きで送ってほしいぐらいよ、手書きだよ、気持ち的には手書きだよ。私的には iPad ペンで手書きでいつもごめんね、ありがとう、ごめんなさいって送ったのをスキャンして書類の PDF にして私は奥さんに送ってほしいぐらいだよ、私としては。そうだよ、そこも LINE でありがとうサンドでいいよ、いつもありがとうごめんねありがとうでいいって言ってんだからさ。そんな人の家庭に夫婦に口出すつもりもないけどさ、うん、やっぱここに来る人には幸せでいてほしいのよ。うん、ハッピーハッピー、そうよ、頑張って。うんうん、うん、はいはいはい、うん、あ、お題、うん、
に気持ちでいいから、気持ちでいいのいいのいいの、こんなんそんないいのよ、奥さんとのことの方が大事だから、奥さんにカバンの1個でも買ってあげるお金に使いなさいよ、いいのよいいのよ、はい、あきみちゃんあとよろしくね、はい、トッピーさん帰ります、トッピーバイピー、はい、ありがとうね、カランコロンコロンカランコロン、あ、どうも、あ、おしぼりの業者さん、業者さんいつもありがとうね、あ、はい、奥に置いてってくださいおしぼり、うん、やだ、ちょっとせっかくだからちょっと業者さん、あんたいつも疲れてんだからさ、一杯飲んでたら、うん、大丈夫、うちお酒だけじゃないのよ、うん、あ、これブルーレモン、うん、トッピーの残りだから、うん、これお酒入ってないから、これこれに焼酎入れたら騒いになるけど、ほら飲んできなさい、はい、乾杯、ママもいただきます、乾杯、あ、最高じゃない、綺麗ね、爽やかな海が見えてくるわ、うん、いつもありがとうね業者さん、名前なんていうの、ずっと聞こうと思ってたんだけど、ケンちゃん、あら、ケンちゃんね、ありがとう、ケンちゃんの持ってきてくれるおしぼり、いつもね、えみこママすっごく楽しみにしてんの、うん、ここだけの話、うん、今度さ、サービスするから飲み来なよ、うん、おしぼり届けてさ、終わってさ、うんうん、あ、おしぼり回って終わるのが、あ、朝の9時なの、あ、そうなの、大変ね、そしたらどうする、うん、夕方は何時からなの、うん、6時ぐらい、あ、そしたら同伴、知ってる同伴って、うん、5時ぐらいにさ、なんかお茶しばいてさね、その後一緒にさ、ここ来ればいいじゃない、うん、いい、いつもおしぼり、あの、運んでくれてんだから、お代とかすんの気にしなくていい、うん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 、夏目ちゃん持ってくればいいよ、夏目ちゃん1枚でいいよ、そうそう、漱石1枚いいよ、夏目ちゃん、うん、漱石1枚で、そう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 、うん、1枚持ってきてくれたら一緒に飲むから、うん、そうよ、ゆっくりしててほしいのよ、のんびりリラックスタイム過ごしてほしいのよ、ケンちゃん、うん、もう覚えた、うん、いいね、そのゲジゲジ眉毛いいね、うん、すごく立派、素敵、うんうんうん、今度触らせてね、うんうん、眉毛、うん、はい、じゃあね、気をつけてね、ありがとうね、うん、じゃあ、あけみちゃん、そろそろ締めよっか、うん、もうすぐ12時だからね、うん、はい、もうね、お客さん落ち着いたから、はい、じゃあまた、スナックえみこ、お待ちしております、ありがとうございました。